よ、スミレ。工場は順調か？春日さん。よし、おかげさまで。実はこの設備のおかげで今まで受け合わなかった大口の仕事を任せてもらえることになったんすよ。マジか、すげえじゃねえか。それもこれも春日さんのおかげっす。俺じゃねえ。ちゃんと腕を磨いて工場の仕事に向き合ったスミレの実力だ。実はそれ以外にも春日さんに伝えたいことが。ん？なんだ？おい、誰かいないのか？その声は。ん？親父。え？親父さん？って、設備売り払ってこの工場をほっぽり出したっていう。はい。ああ、スミレ、久しぶりだな。ちょっと見ない間に結構いい女になったじゃねえか。一体何しに？おいおい、せっかく父さんが帰宅したってのにかけてくれる一言目がそれかよ。親不孝な娘だよな、お前はさ。あ？なんだスミレ、工場に男連れ込んでんのか？こんなもじゃもじゃ趣味だっけ？違う！春日さんは、そんなんじゃ。まあお前がどんな男と付き合おうが知ったこっちゃねえや。そもそもお前には用はねえしな。じゃあ何しに来たんだよ。決まってるだろ、この工場売り払うためさ。はあ？ほうほう、最新鋭の機材が揃ってると聞いていましたが、本当だったとは。これは工場丸ごと高く売れますよ。そうだろ、頑張って買い揃えたうちの自慢の機材なんだ。それは春日さんが買ってくれたもの、あんたのもんじゃねえ。ほう、男に貢がせて悪い女だな。まあどうやって入手したかなんて知ったこっちゃねえや。さあバカはほっといて、どうぞどうぞ。どういうつもりだ、そこをどけ。どかない。この工場は私の宝物だ、絶対にあんたなんかに渡さない。そうか、育て方を間違えたな。なれ！父親に盾つくとこうなるんだよ、バーカ。おい、春日さん！なんだてめえ、殺されてんのか？悪いな、人の家庭事情にあんまり口出したかねえんだけどよ。目の前で女殴られて黙ってられるほど大人じゃねえんだよ。ふざけやがって、ぶち殺してやる！ちびるんじゃねえぞ。ほら上がってこいよ。さーて、なんて強さだ。凄腕のあんたの娘のおかげだよ。もしこの工場を力ずくで奪いたいんなら、娘より腕のいい技師に俺よりすげえ武器でも作ってもらうんだな。まあそんな技師そうそう見つからねえと思うけどよ。春日さん、ちくしょう、引き上げるぞ。大丈夫かスミレ。春日さん。え？春日さん、ありがとう、私とこの工場を守ってくれて。スミレ。春日さん、お願い。え？今までの恩を
返させてください。春日さん大好き。あのそのなんつうかやっぱり手が器用だな、スミレは。か、春日さんったら。春日さんも意外と受け身なんすね。そうかな。今日はありがとうございました。これからもずっと私と工場をよろしくお願いしますね。おう、もちろんだぜ。これからも末永くよろしくな、スミレ。うっす。